どうも、浜の YouTuber、みえもです。今回はポケモンマスターズやっていきます。ということで、今回もね、バディーズサーチやっていくんですけど、ついにあのキャラクターが実装されました。ってことで、こちらでございます。はい。ということで、カミツレさん登場という感じでね、BW からカミツレさんが実装されました。いや、BW ってね、可愛いキャラクター多いんですけど、まあ僕はね、一番ホミカが好きなんですけど、まあ、その次に好きなのがこのカミツレさんです。まあ、ホミカ、カミツレ、フーロ、メイとかね、まあ、いろんな可愛いキャラクター BW にいるんですけど、その中からカミツレさん登場と。で、ボイス聞いてみましょう。誰よりも眩しく輝くわ。ステージこそ、私の行ける道。はい、ってことで、まあ、なんかあれですよね、モデルみたいなのを兼業でやってるんだよね、確か。うん、ジムリーダーのカミツレさんと。ということで、まあ、ポケモンはゼブライカですね。で、提供割合が、カミツレさん 2% と、で、それ以外の星5が 0.55%。で、まあ全体の星5の確率が 7% なんで、まあまたね、今回も1人くらい当たってくれればいいなとは思いますね。前回確定でね、クリス引けたんで。で、星4だとダツラさんね、まだ引けてないんで、まあこの辺が出てくれればなと思います。では行きましょう、10連バディでサーチ。最近お詫びでね、3000個もらえたんで、余裕で溜まっております。さあ、今回も確定演出来てくれると嬉しい。いきましょう、ポリゴンショック。さあ、どうでしょうか。なんかポリゴンショックっていうのがおなじみになってきた。演出微妙だな。こっからどう。お、来たんじゃない。扉開くときになんか光ってた、虹色に。スモモ、これワンチャンあると。おお、カギリ。プロゴルファーであり、アローラの四天王です。ってことで、アローラ、てかサンムーンの四天王のカギリさん引けました。初ゲットです。お、また一つ強くなったわ。おお、カンナさんびっくりした。ちょっと星5に見えた一瞬。四天王だからね。まあまあね。さあ、どこで来るか。修行の成果だな。多分確定演出だよね、あれ。あのポケモンセンターの開く瞬間虹色だったんで。修行の成果です。違うかな。スモモ結構来るね、レベル4だって。うわー、マジ。また環境に近づいてしまったぜ。マジ、まさかのグリーンかぶり。嘘でしょ。まだまだ。そこそこ引く。うわー、終わったー。マジ、まさかの確定演出来たと思ったら、かぶりでしたね、グリーンの。最悪だ。これはきついね。せっかく星子を引けたと思ったんですけど、まさかのグリーンかぶりと。で、新規で当たったのがこちらのサンムーンの視点のカヒリさんのみという感じですね。いやー、きついね、これは。はい。そんな感じで今回はカミツレさんピックアップのね、バディーズサーチ10連やっていったんですけど、星子引けたものの、まさかのグリーン2体目という結果でございます。いやー、こんだけね、結構ね、星5追加されたんで、まあどれでもいいんでね、ちょっと欲しかったんですけど、まさかのクリスとね、グリーンしか僕持ってないんですけど、その中からグリーン引けちゃうっていうね、いう結果でした。いや、ライチさんとかカリンとかさ、いるでしょ、まだ不要とか。その辺来てくれよ、トーヤとかね。マジ、こんだけいてグリーン2体目、そこですか。はい、まあ、そんな感じでね、ポケマスの方はまたね、たまり次第ガチャの方を引いていこうかなと思います。いやー、カミツレ欲しかったなー。まあ、今回は星5引けただけでもね、運は良かったのかなと思います。それでは次のポケマスまた他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。